四天竜とは、熊本藩で伝承された、古竜武術の流派。天下無双四天竜とも書かれる。流祖は、成田清兵高竜。倉間流と合詞、後に、中条流と称した。源義経公の流を元祖とし、後に四天竜剣術、組打ちと称した。四天とは、軍人王、森の天部と言われる持久二天、多門高し、増長天、項目天を指す。 海祖、成田清兵は、官営15年非前国唐津に生まれ、佐々木平兵太と言った。小、王2年、武者修行のため、唐津を出て、開国の都に着いた。下屋国宇都宮にて、戸田流の佐々木元博の門弟となり、居合、剣術の開伝を受け清水ず兵衛と改名。さらに諸国を回り、これを聞いた、細川津成が大阪に立ち寄った。 成田生命に対し召し抱える内容を示したが、日本開国のために、これを辞した。しかし津成もいは変わらず、再度いの次第を伝え、漢文元年日後国熊本藩、細川津成に召し出された。漢文2年治行200国、ここ小死小薬を仰せつきその際に成田生命と改める。武術指南の傍らたちのゆえをもって、組打ちの方を編み出し、 これを四天竜組打ちと小失よしの組打ちとして知られることとなった。いやい、剣術は他方に、組打ちは星の系に伝わり現在まで熊本に残っている。四天竜やい表法目録によると、そもそも、東竜兵法の元祖、戸田清春なりと書かれている。道竜師範は、半世時代に、藩の充実師範を務め、四天竜組打ちの星の道場は、 同じく柔術師範を務めた竹内三刀流柔術屋の道場、国旗神流大術、江口道場と共に、肥後柔術三道場として並び称され流星を誇った。明治、大正時代、当主の星野九門師範は、宝器流の刃、四天流の組打ち、洋神流の薙刀術及び、傍術の達人で、熊本市、新堀町にあった星野道場には、 幾多の門下生が集まり、昭和時代にかけて、柔術、柔道、居合の実力者、講談者を輩出した。四天竜組打ちは、甲冑を身につけた、尊虚の姿勢から、前を取り敵の攻撃に対して素早く反応し、その力を利用し逆らうことなく、己の身をかわし、霞をかけ、当て身を軸に体をさばき、立ち技から捨て身を観光し、連続的に関節に、突き、 蹴り固め技等級賞を制する、極意の技が中心。現在は、かつての格闘技柔術の影は、薄れ、相手の攻撃に逆らわずその力を利用する、当て身を軸に体を裁き立ち技から捨て身を観光する、関節の逆を取り球賞を制するといった技が中心になっている。四点流組打ち形は三種の形で構成される。赤身より習得し、踏み、 絡みへと修行を進める。それぞれの技は、当て身、投げの、表と、極め止めの裏によって構成されている。星野隆介の台と星野九門の台とでは、形の順番が異なっている。星野隆介や星野ジョンが出した組打ち目録によると、赤身は、骨のあたり、腕ひねり、の受け、周り腕、逆抜け、くつき刀、くじき殺しの7本となっており、 メシホはフユの一本目となっているが、星野九門が出した目録では、くつきと、くじき殺しがフユに、メシホが赤身の最後に入っている。また、星野九門が明治時代に出した組打ち目録には、赤身とフユの間に、各左右ある試合組が入っているものが存在している。時代や支配によって一部の片名の表記が異なる。 日本古武道振興会、日本武道流祖伝には赤身、風身、辛身についての概要が以下のように書かれている。明治39年、柔術重流、師範20名で構成される、日本武徳会柔術系制定委員会による、武徳会柔術型に際しては、道流星の旧門師範が委員として、原案作成に加わった。 武徳会柔道型は、行動間柔道系の一部として残るが、行動間柔道型において、四天竜組打ち形や肥後竜から打術の形と、理号の共通する技を見ることができる。三井市昇八の系統の四天竜組打ちを伝える三国会が、熊本県で活動している。伝統技術の研鑽連馬会員総合の親睦を図るとともに、熊本県古武道会に加盟し、 同会が開催する演舞会のほか、公的行事や県内柔道大会等における模範演技として、形演舞を行い、四天流の保存と普及に努めている。三井市会では、肥後流から打術も継承している。また、戦後に、星野家の星野千便が、大阪府に移住し、法器流やと四天流を教えていたことから、この系統が関西に現存している。 日本古武道協会の記録映像である、日本の古武道放棄流以外で、星野千瓶の門人の加納武彦が4、天竜組打を演舞している。ありがとうございます。